プーンペットクイズで遊ぼう。みんな、スプーンペットって知ってる？スプーンペットはスプーンに乗っちゃうくらいとっても小さな可愛いペットなんだ。仲間もいっぱい。それぞれ色や性格が違うの。それじゃあみんな、スプーンペットのクイズを出すよ。スプーンペット、お世話の仕方わかるかな？次の中からスプーンペットのお世話の仕方を選んでね。1、指でつまんでお世話する。2、スプーンですくってお世話する。3、カップですくってお世話する。どれでしょう？正解は2番、スプーンですくってお世話するでした。スプーンペットはスプーンが大好きなんだ。みんなわかったかな？それじゃあ次の問題。スプーンペット何匹すくえたかな？スプーンペットが何匹すくえたか数えてみてね。それじゃあいくよ。よーい、スタート。わかったかな？それじゃあ正解だよ。1匹、2匹、3匹。正解は3匹でした。じゃあ次はちょっと難しいよ。よーい、スタート。それじゃあ正解。1匹、2匹、3匹、4匹。5匹、6匹、7匹、8匹、9匹、10匹、11匹、12匹、13匹、14匹。正解は14匹でした。スプーンに懐く姿がとっても可愛いね。じゃあ次の問題。スプーンペット何匹いるかな？スプーンペットがおしゃべりハウスで遊んでいるよ。全部で何匹いるかわかるかな？よーい、スタート。ここと、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 ここ。全部で5匹でした。みんな、わかったかな？それじゃあ次は、ちょっと難しくなるよ。全部で何匹いるか、わかるかな？よーい、スタート！メロディーがセットになってるんだ。だからおしゃべりハウスだけでも楽しめるんだよ。じゃあ次は最後の問題だよ。スプーンペットどこが変わった？このイラストの中で一箇所だけ
時間が経つと変わっていくところがあるよ。見つけられるかな？左側に注目してみて。正解はここでした。一度で見つけられたらすごい。みんなは何問答えられたかな？できなかった子もまた挑戦してね。じゃあ、また。